おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きからやっていきたいと思います。アリスさん、ソウさん生存のダミーズ全滅ルートやっていきたいと思います。前回アリスさんの、過去を灯籠でね見て記憶を思い出したということで、今回はソウくんかなと思っているよ。ここにいるんじゃない？あ、いたね。あ、早坂ごめん。毎回言ってしまうわ。これ自分のポエム見てるんじゃない？あ、いいな、この立ち絵。うわ、この本。辛そうに本を読んでいる。話しようか。何を読んでるんですか？前に見つけた月見新人工知能テストデータだよ。どんなことが書いてあるかと思ったら、ろくでもない。見せてください。一体どんな内容が。あ、丸月丸日、悠久の風に吹かれ笑顔をこぼす新。返せ。なんだこれ、ポエムがメインだ。これは読解するのに時間がかかりそうですね。それにあまりいい気持ちにはならない。同感だよ。そうよな、自分の観察日記を書かれている気持ち、どんな気持ちなんだろう。しかも自分がさ、好きじゃない人にね。自分がさ、好きななんか片思い中の女子とかからさ、なんか丸々くんは今日はかっこよかったなとか、今日はスポーツテストでちょっと貧弱だったけどそこも可愛いのよねみたいなことが書かれてたら、ちょっと恥ずかしいけど嬉しいじゃん。なんかポエム調でそんな好きでもない人から観察日記書かれてたら、ちょっとねえ。怖いというかキモいというか、うん、いいキャラしてるよね。オブラートに包んだ結果そうなったわ。灯籠使いますか。ソウさん、失われた記憶について話しませんか。なんで僕が君と。あなたは緑と一番関わりが深かった。ですが本当に彼の全てを知っているんですか。さすがに鋭いところをつくね。友達だったことは確かさ。でも核心の部分は何も知らない。得体の知れない闇、それを覗こうとは思わなかった。ねえ、一緒に覗いてみる？サラさん。望むところです。それじゃあやろうか。さあ、何を思い出してくれるんだい。お、僕が気がかりな記憶は緑と共に過ごしたあの空間。なんだこの空間は。ねカフェ違うよな。なんかオフィスみたいな。パソコン室、何視聴覚室のあのパソコンルームみたいな、そういう感じ。彼からいろんなことを教わった。旗から見れば冴えてない青春時代だったけどね。今思い返すと何か変だった気がするんだ。だったらやってみるしかない。うん、絶対にこのなんか写真違う気がするんだな。このソウさんが写ってる2枚の写真、あれ合ってるわ。とりあえず探そうかね。あれいない。緑いない。で、バッグじゃない。で、マフラーつけてるね。で、なんかこれも違うね。暖房じゃない。ん？暖房だけど。なんだ？ついてる。これが暖房ついてるのか。冬だったよーってことを言いたいのか。上着には何も変わりなさそうで、飲み物関係ない。同意書ありますね。で、ここになんかもう一枚紙があるね、これは。で、あとおもちゃ。このなんかにゃんこ、なんでこんな傾いてるん。可愛いけどね。あ、ソウさん、確かにこれ2枚いるけど、こっち1枚だけだね。
なんだろうこれ。これ緑の部屋だったのか？でも緑の部屋だったんだとしたら緑がいないのは変だね。なんでマフラー、そうだよ、マフラーが2つあるのが普通に不思議だったからそこ気になるよね。じゃあまず確信にはついてないであろうところとかからやろうか。まずここかな。じゃあこの壁に貼られたメモどうだろうか。その部分もう少し思い出せますか。へえ、そこが気になるんだね。そういえばパスワードが書かれたメモがなくなってたんだ。テープが剥がれてどこかに行っちゃったのかと思ってたけど、これソウ君の部屋なの？緑が消したんだろうね。なぜですか？さあね、何に使ってたかわからないくらいどうでもいいパスワードだったはずなんだけど、実は重要なパスワードだったのかも。やれやれ。いや、そう見せかけて何の意味もないことをするのがあいつなんだよな。そうなのか。すごいな。なんか裏の裏を読まないといけないんだな。大変だね。ソウ君、すごい厄介な相手に絡まれてたんだな。この辺のなんかおもちゃたち聞きたいけどな。このロボットみたいなおもちゃ、好きだったのかい？ソウ君。え、何が？いえ、ですから棚の上のロボットみたいな、そんなのあったかな？あります！しっかり見てください！へえ、うん、緑の趣味じゃないかな。変わってるよね。そうですか。いい趣味ですね。嫌な趣味ですね。ああ、多分これ、ソウ君の趣味なんだろうな。嫌な趣味って言ったらなんか嫌われそうだから、ちょっといい趣味だねって褒めてあげようか。緑にしてはいい趣味ですね。へえ、僕にはちょっとわからないな。ちょっと嬉しそう。嬉しそう、かわいい。ん？ああ、そっか。自分がこういうの集めるの好きだったってことをちょっとバレたくなかったけど、いい趣味って言われて嬉しくなっちゃったんだね。かわいいね。これは調べられないか。このニャンコは？この猫のぬいぐるみどうだろうか。そんなところ気になるかな。ただの猫のぬいぐるみじゃないか。特に変わったところはないよ。お腹を押すとニャーって鳴くだけさ。可愛いものが好きなんですね。いいから真面目にやろうよ、サラさん。はい。あー、これいっぱい見たい。ソウさんが写ってる2枚の写真はちょっとなんか重要そうな気がするけど。左上のモニターは？いいけど。思い出した。あれ、あ、違う部分、あ、同意書、同意書触っちゃった、しまった。まあいいか。あの画面に映り込んでたのは、同意書だ。え？印刷して使うためのデータさ。緑が作ったんだろうね。これなんで緑とソウ君が同じ部屋で過ごしてるんだい？だってこれソウ君の趣味で置いてるものなんでしょ？ってことは、なんかそういう共有スペースみたいなの借りてたりしたんかな。あんなデータさっさと消しちゃえばよかったよ。いえ、そんなことをしても新しいものを作るだけです。そうだね。でもソウさんも書いたってことですか、同意書。喋ってくれないか。書いたかどうかは覚えてるけど言わないのか、それとも覚えてないのか、どっちでしょうね。このモニターは？じゃあこの緑のノートパソコン、ん？緑のノートパソコン、壁の右側のモニターじゃ見よう。へえ、気になるんだ。ただのモニターの一つだけどね。なんかいっぱいモニターついてるのすごいいいな。私もなんかこういう活かした活かした部屋作りたい。前にも横にもモニターがあるから首が凝るよ。あー、確かにな。右向いて、あ、右ばっかり凝りそうかもね。なんか右にも左にもあったらさ、左右どっちも首を振るからさ、そこまでこう左右差出ないと思うけど、右ばっかり向くからさ、首凝りそうだね、確かにね。
なんだか誇らしげだな。ちょっとね、ドヤ顔したくなるぐらいのいい部屋だと思うわ。緑のノートパソコンなのか、これは。あ、これノートパソコン下のやつか。モニターの話じゃないのか。オッケーオッケー。壁の中央のモニターも見ようか、じゃあ。嫌な部分を思い出させるね。ただのモニターの一つさ。僕がわからないプログラムとか、緑が映し出して解説してたよ。しかもモニターを見てる僕を直視しながら、次のコードを打ち込んでいくんだ。怖っ。不気味だな。なるほどね。そうくんの、その、教えてもらってる時の表情を、言っときたりとも逃したくないから、そこを見ながらブラインドタッチするってことね。怖すぎる。さすがだな。なんかオタクだよな。そうくんのバッグに変わりはなさそうだから、小さめのカバン見てみようか。そんなところ気になるかな。僕のカバンだよ。普通のね。ほとんど出かけないけど、重いカバンは嫌なんだ。肩が凝っちゃうからね。うん、弱いからね。ほとんど出かけないんですね。サラさん、ちゃんと怪しい部分を探してよ。あ、あ、ああ、フリーターですからね。うん。引きこもり、ほぼ引きこもりみたいな感じだったんですかね。すみません。あ、じゃあ、この暖房見てみようかな。暖かそうな暖房。そんなところ気になるかな。はい。うん。あ、まあ、大したことじゃないんだけど。火力マックスで部屋を焚いてたよ。部屋が寒いと風邪をひいちゃうでしょ。だから暖房を強めにするんだ。たくさん機械があるのに大丈夫なんですか？だから緑には止められてたよ。文句も言われたし。いない時くらいかな。マックスまで温度を上げてよかったのは。いない時か。あー、だから、いない時だよっていうことの証明にもなるぜってことか。なるほどね。じゃあ、他には、じゃあ先にじゃあ写真見るかね。このソウさんが写ってる2枚の写真。嫌な部分を思い出させるね。ただの僕の写真だよ。嫌な部分ばっかりじゃないか、緑との思い出。緑が飾りたがるんだ。やめてほしかったよ、本当に。写真、そんなに嫌なんですか？じゃあ、サラさんの写真、並べてもいい？それは状況が違うじゃないですか。映りたくないんだよ、僕だって。なるほどね。では、では、なんでこれ、モニター真っ暗なんだろうね。気になるんだ。ただのモニターの一つだけどね。たくさん同時に使えるから便利だけど、実際はそんなに扱えなかったな。気になる部分はなさそうだと。オッケーオッケー。じゃあ、上着見ようか。このハンガーにかけられた上着。そんなところ気になるかな。ただの上着じゃないか。一番暖かくて着心地がいいんだ。素材がいいんだろうね。今着てるものと同じですか？なんだよ。同じ服いつまでも着るなって言いたいの。そんなこと思ってないのに。すごい、なんかヒスコーブみたいになっとる。何？ずっと同じ服を着てる僕がダサいって言いたいわけ。そうやってダサいダサいって言って僕の自己肯定感を低くして、他の服を着させようとしてさらにダサい方向に進めばいいと思ってるんだ。僕が上着を薄くすればするほど風邪ひいて体調崩せばいいと思ってるんでしょ。ああ、いいよいいよ。僕なんてそういう存在だもんね。どうせもやしってからかわれてばっかりだし、もういいよ、サラさんなんて知らない。みたいな。そういう必須公文言いそうなソウ君でちょっと好きだったな、今。ここのなんか白黒のやつは何なんだろう。この窓の外の建物、あ、これ建物なんだ。はい。そうだな。別に変わったところはないと思うよ。ただの窓から見える日常風景さ。誰かに監視されてたんじゃないか、なんて思ったけど、そんな記憶はないよ。怪しい部分はなさそうだな。あ、これ外か。なるほどね。窓、カーテンないんかい。そうか、そうか。へえへえへえ。じゃあ、椅子とか調べられたりはしないか。椅子、調べられそうだ。このソウさんの座る椅子、これゲーミングチェアだよとか言うかな。
そんなところ気になるかな。ただの椅子じゃないか。ですが結構いい椅子なんじゃ。あげないよ。いりませんよ。かわいいなぁ。なんか自分が使ってる家具とかそういう系に結構こだわり持ってたのかもしれんね。じゃあ一応ノートパソコンも見てみようか。はい。嫌な部分を思い出させるね。ただのパソコンじゃないか。緑が使ってたやつさ。中身を詳しく確認したことはないよ。それは惜しいことをしましたね。誘拐される前に手がかりを掴んでれば変わったのかな。なんてね。いや変わんなかったんじゃない。ちょっとじゃあバッグかな。この床に置かれた大きなカバン。やってみるよ。そうだ、思い出したよ。ある日カバンはなくなってて、一通の手紙だけが残されてた。手紙の内容も簡素なものさ。世話になった、パソコンのデータを消しておいてくれってね。従ったんですか。まさか。調べようとして漁ってみたけど、覗いちゃダメだぞって文章が表示されて、すべてのデータが消えるプログラムが作動したよ。ああ、鬱陶しかったな、あれ。ああ、うざいね。いや、どこまで行っても緑は緑なんだな。だろうな。じゃあ、マフラー。この蘇さんの様子、どうだろうか。蘇さん、自分自身のことをもう少し思い出せますか。わかった。そういえば、ちょっと言い忘れてたことがあったよ。緑のマフラー、なんとなく僕がつけるようになったんだ。なんでかな。認めたくはないけど、突然あいつが消えて、寂しいと思ったんじゃないかな。そうなの。なんだろう、なんか、憎さ余って可愛さ100倍ってこと？可愛さ余って憎さ100倍の逆？なのかしら？どういうことかしら？その時は、こんな計画を企んでたとは思ってなかったからね。まあ一応仮にも友達だったからってこと？かしらね。で、手元は別に。あ、操作のノートパソコンも見れそうだね。へえ、気になるんだ。ただのノートパソコンだけどね。軽さと性能、両方を兼ね備えた PC さ。ちなみにスペックは、特に記憶違いの部分はなさそうですね。あ、うん。そうだね。今、自分の趣味語りしようとしたけど、サラちゃんはあんまりパソコンには興味なかったと。私はちょっと聞きたいけどね、そういう系の話は。パソコンのスペックとかそういうの聞くの好きだよ。じゃあ、あとは、緑だけかな。このなんか、机に置かれたコップも一応見ようか。そんなところ気になるかな。ただのコップじゃないか。緑のやつが熱いなって言いながらいつも水を飲んでたよ。あー。この今、そうくんと関わってる緑もすでに人形なのだとしたら、まあ、人間でも暑がりってのは全然あり得るかもしんないけど、そのね、パソコンとかそういうモニター系の機材と同じく、人形の緑も暑くて、その強めに暖房を焚くこと、そのマックスにすることを止めてたのはそういうことだったりするのかな。緑は汗かきなのか。うん、そういうわけじゃないと思うね。ってことで、緑が座る椅子、じゃあ最初に調べようか。見た目は変だけど、ただの椅子だよ。椅子自体に特に変わった部分はないかな。言うことは何もないね。デザイン以外に気にかかる部分はなさそうだ。オッケー。じゃあ、この緑の様子でいきましょう。緑の様子、もう少し思い出せますか？仕方ないな。思い出したよ、サラさん。あいつは、ある日失踪したんだ。理由もわからないまま、二度と戻ってこなかった。今にして思うと、アリスの殺人事件、あの時と重なる気がするよ。
被害者の名前が公表されてれば、僕はもっと驚いて安心したかもしれないね。安心？複雑なんだ。友達のようで恐れてたし、悪のヒーローのように憧れてた時もある。陽キャなサラさんにはわからない感覚かもね。アリスさんの事件から緑は失踪したか。あ、まだあるんですか？探します。これ、棚に置かれた機械。へえ、気になるんだ。ただのネット用の機器だけどね。この時代ネット環境は強化しないとついていけないよ。それより怪しいところはないんですか？ないよ。ないか。ほな、ないか。中央の2台のパソコン見てみよう。ただのパソコンモニターじゃないか。向かい合わせになってるのは僕が質問を聞きやすいからさ。緑は何でも知ってたからね。すごい知識さ。ただすっごくチラチラ見てくるんだ。しくじった配置だったよ。気になる部分はなさそうだな。あー、あとどこかな。いい、全部見たと思ったんだけどな。あ、この一枚だけある風景の写真、そういうことか。オッケーオッケー。はい、これですね。構わないよ。嫌なことを思い出したよ。あの写真にも僕が写ってたんだ。自分の写真は撮らせないくせに僕の写真は飾りたがるんだ。気持ち悪い。緑の写真は一枚もなかったんですか？ないね。試しにカメラを向けてみたらすごい殺気を感じたよ。存在した証は何一つ残さない。徹底してたね。全て計画通りに進めてたんだろうか。よし、これで全部だ。オッケー。思い出したよ、全部。これが僕と緑の間に起きたこと。毎日秘密基地で遊ぶように僕たち二人は家に集まってパソコンをいじってた。突然姿を消した緑に、嬉しくてホッとしたような、友達が消えて寂しいような、わけのわからない感情があったんだ。彼を探すべきか迷ったけど、手がかり一つ残ってなかった。結局できることは思い出を振り返るだけ。その時に思い出したんだよ、僕の願い事。急にどうしたの、日和くん。いいから教えてよ。お金、自由、権力。そうだな。一度だけ両親が話してるのを聞いちゃったことがあるんだけど。あー、かわいい。あー、僕にはもしかしたら兄弟がいるかもしれないんだ。そうなの？男か女か、年上か年下かもわからないんだけどね。まずいこと聞いたなってその場は離れちゃったからさ。会いたいの？でも僕なんかに会ってもがっかりされちゃうだけだろうし。そんなことないよ。こうしよう、シン。僕が君の願い事を叶えてあげる。だから君は、なりたい自分になって、立派な姿で会うんだ。できるの？そんなこと。僕はできるよ。君は？やるよ。なりたい自分に、なる。なりたい自分に明日なろう。これは明日なろの誓いだ。そうだ、同意書も作ろう。真の決意を形にするんだ。そこまでするの？うん、その代わり願い事が叶ったら、次は僕のお願いを叶えてもらおうかな。また好き勝手なことを言い出しそうだな。
まるで、君が兄さんみたいだ。全部、あいつの手のひらの上だ。初めから全部計画してたんだよ。アスナロの誓いだって。それを、まるで僕が言い出したように、知らずに手伝ってしまったんだ。バカな計画を。いなくなってからも、僕はあいつに会うために、いろいろと。知らず知らずのうちに、悪事に加担してた、か。そうさん。まあ、過去のことは過去のことさ。今はとにかく、ゲームとして殺すことを考えようよ。サラさん。よかったのかな、これで。緑が大事な友達だったっていうことを思い出しちゃったわけだもんね。緑側に一度は加担してしまったことを知ったソウさんが、あっち側に加担しちゃうんじゃないかっていう心配は若干ありますけれど、どうなんでしょうかね。ではね、まだちょっと時間あるかな？ちょっと時間ありそうだから、ちょっと周り探索してみようかな。ああ、そうだった。今これ猫モードの銀くんなんだっけ。暗いけど、夢を聞かせてしっかり探索にゃん。機敏な動きで探索してるな。話しよう。銀、一人で行動してるのか？危ないぞ。大丈夫にゃん。猫モードで探索してるにゃん。おぉ、猫モード。そうだにゃん。猫は危険を察知したら機敏な動きで逃げるにゃん。なるほどな。その代わり、気まぐれだから探索には向いてないにゃん。なかなか痛いデメリットだ。サラ姉ちゃんもいざとなったら使うといいわん。あ、ワンって言ってる。今、ワンって。あー、いいわ。かわいい。癒しだわ。話すると。とにかく安全第一でな、銀。任せるわ、にゃい。かわいい。かわいいね。ちょっと待って、あれか、そうくんの話をする2回目はどうなるんだ？ほい。読み終わりそうですか？全然。いっそ引きちぎりたいよ。多分、そうさんの力では。無理やね、多分ね。ふん、ぐぬぬ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 ってやっても、ビリッともいかないんじゃないか？銀くんの方が若干ビリっていきそうだもんな。さあ、とりあえずじゃあ銀くんの話ももう一回見てみましょうかね。これは多分カットしますね。今は平気だけど、前はこの格好以外で外に出るのできなかったにゃ。理由は聞かない。そうか。いいじゃないか、別に。変じゃないか。あ、銀は中身がしっかりしてるからな。ほんとかにゃ、かっこいいわ。もちろんだ。何度も銀に助けられているからな。僕、もっと頑張ってサラ姉ちゃんもみんなも助けるにゃ。今まで気にしてこなかったけど、もしかしたら銀の服装は、銀を知る上でとても大事なことなのかもしれない。ああ、いいね。いいわ。サラちゃんらしい選択肢かもしれん、これ。ああ、そうだ、これ？この、蝶々のやつ？これあれらしいね。ロールシャッハテストっていうらしいね。あれは先生が持ってきた蝶々の絵だったんや。なんかインクの染みみたいで下手くそな絵だったわ。インクの染みか。なんかこういう絵どこかで見たことがあるな。僕の方がうまいにゃん。いつかサラ姉ちゃんと似顔絵描き合いっこするわ。それはどうだろうか。嫌にゃん。嫌なわけないさ。楽しみだな。わーい。渡してなからないといいが。こうね、ロールシャッハテストって言って、なんかインクの染みを見て頭に何が思い浮かぶか、被験者のイメージを話させることによって、このパーソナリティを測るみたいな、いうその性格検査の一つなんだって。
そう、だから、銀くんがさ、自閉症だったっていう話じゃないですか。そう。だから、そういうのを検査するための紙だったんじゃないかなっていうことですね。コメントで教えてくださった皆様ありがとうございました。新しい知識が身につきました。これって調べたっけ？この女性の先生。その人のことをもう少し思い出せるか？うん。保健室にいつもいる女の先生にゃん。怪我をしたら絆創膏、具合が悪かったらベッドに寝かせてくれるわ。でもズル休みにはちょっと厳しい噂があるにゃん。銀はズルしちゃダメだぞ。真正面から休んでやるにゃん。ああ、かわいい。皆さん、絆創膏のことなんて呼びます？絆創膏はもちろん絆創膏っていう名称なんだけどもさ、私、地元でカット版って呼んでたんですよね。でもカット版って言わないことを知ってびっくりしてるんですけど、でもなんか、周りじゃカット版って呼ぶ人全然いなくって、いろんな呼び方あるらしいんですけど、地域によってね、結構違うみたいですね。その絆創膏でそういう呼び方が変わるって面白いなと思って、そう、それは、ちょっとみんなどういう風に呼ぶのか知りたいなっていう、お気持ちでございます。これ僕が描いた絵にゃん。お母さんたちと海に行った時の思い出は、綺麗な貝たくさん拾ったにゃん。楽しい思い出なんだな。行く時は嫌だったけど、行ってよかったわ。サラ姉ちゃんは海好きにゃん？うん。浅瀬でバシャバシャやるくらいだが、好きだな。水泳が大の苦手なサラさんだ。泳げなくても海は楽しいにゃん。うん。バレてるか。ちょっと動揺してたもんね。これは書かれた文字。別に大したことは書かれてなかったと思うにゃ。楽しいことをお話ししましょうみたいなノリだったわ。特におかしな部分はないか。他は札。記憶通り保健室の札が置いてあっただけにゃ。なんかちょっとかっこいいわ。欲しくなるにゃ。ごっこ遊び感覚かな。とにかく怪しいところはなさそうだ。あとなんだろうな。銀が座ってる椅子。記憶通りただの椅子だったと思うにゃ。足がつかないのが嫌だからいつも低くして座るわ。小学校は1年生から6年生までいるもんな。あとはこの机の上の用紙。それは先生の質問に答えるときに僕が書く紙にゃん。テストと違って好きなように書けるから気が楽わん。その先生は銀から何かを聞き出したいのかな。うん。これはパソコンは？このノートパソコン。それは先生がいつも持ってくるパソコンだにゃん。僕に聞きたいことを書いて持ってくるらしいわ。変わった質問はないか？好きな子聞かれたにゃん。子供だからってプライバシーの侵害だわ。それは先生が悪いな。うん。同じ質問返したら困ってたにゃん。好きな人、緑の好きな人ね。おそらくまあ人間が大好きなんだよね。その中でも、月見真っていうね、可愛い男の子がいてさ、とかっていう語りにならないんだね。恥ずかしがっちゃって喋んなかったんだ。おい。記憶通り文房具とかが入ってただけだと思うにゃ。何か怪しいところはあるわ。特に怪しいところはなさそう。茶色いファイルは？ずらっとファイルとかが入ってただけだと思うにゃ。ちゃんと整理整頓してるって思ったわ。当然だがちゃんとしてるな。せやな。あと調べられそうなところはないかな。ないかな。奥のカーテン。はい。ただのカーテンだったと思うにゃ。カーテンが閉まってたら誰かがいるときにゃ、別の時間にずらすようにしてもらってるわ。誰もいないときを選んでいるのか。このベッド。ベッドも見ろ。ただのベッドだったと思うにゃ。みんなあんな場所でよく寝れるわ。学校なんかで寝れないにゃ。
サラ姉ちゃんは学校で居眠りしないわ。うん、するね。居眠りしてたら、なんかめっちゃ夜遅く暗くなってて、帰るの怖いよーってなって、ジョー君と一緒に帰ったっていうのが始まりだからね。もちろんだ。そうなんですよ。燃えるゴミ箱。ただの燃えるゴミだと思うにゃ。ゴミは毎日ちゃんと回収されるから、あまり山盛りになってるところは見たことないわ。うん、怪しいところはなさそう。これ燃えないゴミ箱は？ちゃんと分別して捨てないと怒られるわ。環境問題は大事にゃ。うん、怪しいところはなさそう。男の先生の服装か。服装も見ようか。いや、服装って言っても、大人がよく着る普通のスーツだったにゃ。でも女の先生は白衣だったのに、男の先生はスーツなのは不思議わ。保健の先生じゃないってことなんだろうか。うんうんうん。じゃあ、あと緑ぐらいかな。うん、オッケーかな。見よっかな。え？おかしいな。あの、先生の顔、緑の顔と同じだわ。どうしてや？そんなことありえるわ。落ち着くんだ、銀。いろんなお話一緒にしたにゃ。楽しいお話も、ちょっと嫌なお話も、全部聞いてくれて、いい人だと思ったわ。なのに、先生はあいつだったにゃ。いろんなこと聞いてくれたのに、誘拐してこんな目に遭わせたわ。ひどいにゃ。ひどいよ。銀、しっかりしろ。しっかりするんだ。震えが止まるまで抱きしめることしかできなかった。ありがとうにゃ、サラ姉ちゃん。すまない。やっぱり失われた記憶なんて掘り起こすべきじゃ。うん、僕は知りたいにゃ。騙されてたかもしれないけど、何が嘘で何が本当か知りたいわ。付き合ってくれにゃ、サラ姉ちゃん。銀、さあ、オッケーかな。思い出したにゃ、全部。本当の記憶はこうだったにゃ。僕、あのね、よくわかんないけど、自閉症っていう症状があるみたいなんだにゃ。この服着ないとね、すごく恥ずかしくて緊張しちゃうわ。変だにゃ。大丈夫、それくらい別に変じゃないさ。本当よかったにゃ。でもそれを直そうねって優しく言ったのがあいつだったわ。みんなと仲良くなれるにゃ。きっと楽しいだろうわ。嫌いなやつ多いけど、一緒に遊んでやらないこともないにゃ。その息だよ、銀くん。徐々にみんなとも馴染めてるし、友達も増えるよ。僕も学校は嫌いだったからね。すぐに喧嘩しちゃって、友達はいなかったよ。へえ、不良にゃん。僕、軽蔑するわい。銀くんはまっすぐ成長しそうだね。お母さんも喜んでるよ。本当にゃ、手のかかる変わった子って思ってないわ。いつも楽しそうに君のことを喋ってるよ。僕、早く立派になってお母さんに頼られる男になるわ。そっか。じゃあ、アスナロの誓い教えてあげようか。なんだにゃん、それ。なりたい自分にアスナロって言ってね。この紙に名前を書くと、どんな願いでも一つだけ叶えてくれるんだってさ。マジにゃん、魔法の紙は。何をお願いする？当然、お母さんが健康で長生きするようににゃん。え、
自分のことじゃなくていいの？僕は自分の力で立派になるわ。でもお母さんがいてくれないと見せられないだろうにゃ。リンは本当にいい子だね。へぇ。だって、お母さんのこと大好きなんだにゃ。変えちゃったわ。あの髪。あれのせいでこんな目に遭ってるなら、ひどい話じゃん。お母さんを悲しませちゃ、意味ないんだわ。これが、銀の消された記憶。僕、絶対に帰るにゃ。サラ姉ちゃんもみんなも、誰も犠牲になんかしないわ。ああ。緑を倒す。何としても。いや、何回聞いてもいい話だし、可愛いし、最高。そんな最高に可愛い銀くんのことを騙してこんなところまで連れてくる緑はやっぱり憎たらしいでございますね。あー、ということでね、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そうくんの過去がね、初めて見ることができましたけど、ねえ、割と過去のそうくんは、緑に対してこう、まあ、恐れも持っていたけれども、こう、好感は持ってたみたいだね。こう、いろんな感情が入り混じってて、結局はなんか自分にないものを持ってるから尊敬してるみたいな。しんくん、その AI のしんくんが言ってた、彼は怖い友達さって言ってた言葉がなんか、今すごい納得できました。次回また、探索続けていこうかと思います。ということで、また次回、おつぴよでーす。